こんにちは、波の平でございます。1週間のご無沙汰、皆さんどうお過ごしでしょうか。ということで、今回は泉佐野市にあります薩摩富士というお好み焼き屋さんに寄せていただいております。お店の前にはこんな感じで十数台止めれるしっかりとした駐車スペースがありまして、お店の入り口はというと、この奥ちょっと不思議なね、こう空間を進むとこんなのれんが現れます。こののれんをくぐるともちろん店内でございます。はい、お店の中もこんな感じで手作り感あふれる個性的なお店、すべてがボックス席になっていて、こんな感じでテーブルを囲んでワイワイガヤガヤ言いながら美味しいお好み焼きをいただくことができます。初めて来ましたけど、うん、ね、なんかこうやって見たらいろんなお好み焼きがあるね。あるね。広島焼きもある。泉州デラックスカレー風焼き、うん、でもなんかね、ここね、一品で唐揚げがすごく美味しいらしい。唐揚げ、唐揚げがすごく美味しいらしい、ね、そうそうそう、それやね。そうそうそう、わかるの唐揚げって感じ。そうそうそう、お好み焼きは825円から楽しむことができます。豚玉、イカ玉、エビ玉、肉玉、スジ玉と、馴染みのあるお好み焼きから、こちらのね、オリジナルのこのネギ焼き、泉州豚焼き、多分これもネギ焼きと思うんですけども、こういうものも用意されていて、その他にデラックス焼き、ネギデラックス、泉州デラックスとか、山芋焼き、ピザ風豚焼きみたいな創作のお好みもありますね。もちろん焼きそばもあります。普通の、ソースの焼きそばもね、塩焼きそば、その中でバリエーションも結構用意されております。お昼専用のこんな定食もあるんですけども、この中で見つけたとんぺ焼き、とんぺ焼きうまいですよね。満腹波の平の動画。お好み焼きが食べたい、今日は。そう、ね、お好み焼きが食べたい。モダンじゃなくて、モダンでも、モダンでもいい、うん、いいですか、お願いします。豚玉のモダンミックス焼きそば、唐揚げと、じゃあおにぎり一つと、ジュワイのゆず、それとウーロン茶で、自分で焼くのもできるし、うん、でお店側で焼いていただくこともできるという、うん、よかった。でもこれが一番なんかいい感じやな。そうやな、自分で焼くの好きな人もいてるし、ね、いてるしね。そうそう、うん、ありがとうございます。チューハイジョッキやで。ジョッキやな、入れますか。いいですよ、そんな気使わんといてください。ちょうどいっぱい。うわ、それではちょっと待って、何に乾杯、何に乾杯、何に乾杯する。離婚した二人が何に乾杯する。いや、まあ、いや、乾杯、乾杯。うわ、すごい、すごい。予想以上やった。でもこの唐揚げ見るからに衣サクサクで、うん、美味しそうやね。美味しそう。綺麗綺麗に並んでる。こんな唐揚げなかなか見ないやろ。これこの絵面はすでに唐揚げ定食ですね、これ。うん、いただきます。いただきます。初めて卵をさっきにいただいたわ。ね、細いのにシコシコやん。うん、美味しい、もちもち。私さまちょうど良くない。豚、うん、ありがとうございます。綺麗なお好み焼き、うん、仕上げていって、仕上げていきましょうか。塗るなあかんね。塗るの、小手で塗ったらいい。小手で塗るか、うん、あ、でも、あ、でもそれ十分、十分、十分ちゃう。いきます。うわ、美味しそう。青のりはいいですね。歯につくから青のりはいらんらしい。ね、カツオ。カツオ。あ、そっちのカツオもある。うん。このカツオもあるんだけども、うん、このパックのカツオは、ついてるので、こっちのカツオでいただきたいと思います。おいしそう。おいしそうです。厚みも素敵。この厚み、これは美味しいやろ。
すごい厚み。これは食べ応えある。わあ、うまっ。あのね、生地の中に入れてるんじゃなくて、上に乗っけて焦げ目をつけて香ばしさが増すように焼いてるもんやから、こうそばのその厚みが結構ある。これはうまい、うまい。すごっ。おお。パリパリ言うてる。うまい。むっちゃうまいわ。唐揚げだけで十分商売やっていけると思うけど。そんなもん。おいしい。後でいただきます。あ、やっぱり値段もそれなりにするよ。やっぱりそれはするよな。でも。これだけうまかったらいいわ、うん、もちろんさ、今一人で食べてるけど4人できて4人でシェアすれば一人1個ぐらいの感じにはなるからね。4人で食ればよかった。うん。うまっ。多分このお好み焼き、沖縄にお好み食べながら唐揚げの話するのもないけど、この今いただいてるこの唐揚げも冷えても絶対に美味しい。うん、あーうまっ。いけます、十分入ります。はい、なるほど。今一つで足りますかって言われた理由が分かる。3つやったら入れへん。見事な唐揚げ弁当ができました。今日の夜のご飯にしたいと思います。はい、ちょっと飲みが続いてるお父さんたち、うん、この唐揚げ持ち帰ったら奥さんむっちゃ喜ぶと思うよ。次の日にだって弁当に入れることができるやん。その晩にビールと一緒にいただくこともできるし、うん、これはお土産としていいと思う。最高やん。そこまで考えて。ごちそうさまでした。ほんまむっちゃお腹いっぱいになりました。この後ちょっとね、デザートどっか行こうかって考えてたんやけども、さあどうしようかな。うん、やっぱり行こう。ごちそうさまでした。満腹波の平の動画。ということで、気になる本日のお会計はこちら。お支払いは現金のみの対応となっております。お支払いは現金のみの対応となっております。満腹波の平の動画では大阪泉州を中心に美味しいお店をジャンルに関係なくいろいろ紹介しております。皆さんからの高評価、コメント、チャンネル登録いつでもお待ちしております。今日は良かったよって方はぜひね、グッドボタン押していってください。もう応援したってもええなって方はぜひね、チャンネル登録していってください。どうぞよろしくお願いします。